明日の清掃活動の準備ですね、今。何しようとしてるの、これは。4つ区切りにして、燃えるゴミでしょ、燃えないゴミ、多分ゴミ。言ったけ、字綺麗だからな。絵も綺麗だからな。絵も綺麗って言わないな。もうでしょ、それ。絵も綺麗、どうでしょ、今。 A にする。 A で終わる。燃え燃え。あ、やばい、字が汚い。字が汚い。かもって燃えないよ。ハロー行く。有害物に有ってあるさ、ここからかったらしいよ。コーチえ、そうなの。そうなの、これらしいよ。言うだけ、言うだけ。他もそれ右とかだったら口角さ、言うだけ、ここかららしい。わかりづらわかりづらくらいちっちゃいことだよ、これは。全然点点で、点点でどうにかごまかしてるの。負けてよ、勘違いだよ、これ。インチキえ、はい、さーい、はい、さーい。はい、今回ですね、明日がクリーンビーチということなので、はい、明日の準備でちょっとリスナーさんたちにおもてなしをしようかということなので、こちらバナナがあるんですよ。バナナがあるんですよ。これひっちゃんのお母さんがもらったバナナなんですけど、こちらでバナナケーキを作ろうかなと思います。お、いや、大丈夫ですか。作ったことないです。でも大丈夫。こんなところにレシピがある。魔法のレシピがあるんですよ、これ。ここから解釈してきたんですか。誰かのお母さんの何ペディアですか、これ。誰かのお母さんペディア。ママペディアです。ママペディア。ママペディアのこのレシピがあるんで、はい、これ通りに作ったら絶対間違いないだろうと、いうことで作っていきますか。はい、行きましょう。まずはバナナ6個。8個とか出る。あー、嘘、8個。おー、このサイズは6個でいいのかな。これが1個分が多分6個ですね。だから、これだったら3つぐらいですか。あ、これ1個あたり3つ。あ、そうそうそう、くらいですかね。見えますね、ジョイさん。超ちっちゃいの、このバナナ。ジョイさんが持ったら余計ちっちゃく見えるけど。ちっちゃいね。あと2本は6本ですか。あ、まだあるね。全部入れちゃいますよ。全部入れますか。オイブにはいいんじゃないですか。そうですね、バナナ感あった方がいいでしょ。贅沢に。バナナボーイと呼ばれてますから、我々は。バナナボーイ。初めのモンキー。初めのモンキー。受け取っていいですか、その言葉。自分が出たらダメなんですかね。お徳さんがジャップって言ってましたからね。いいでしょう、それは多分ね。イエローモンキーのね。手洗ってないぞ、この人。洗った。書いたの何か。じゃあこれ右。何書いたの。左手に右って書いて。なんで。じゃあ手は洗えます。じゃあもうこれ消えるまで洗えます。確かに薄くなってるから、ね。いいですけど、じゃあ洗ったんですよ。一回で洗ったんですよ。勘違いでした。切ってこれに入れていきますか。ボールに。どんぐらい切るとかあるの。全部っすよ。もう細かく刻んだバナナって書かれてるから、刻む。ぐちゃってやったらダメ。普通にちょっといいですけど、食べる、食べない見栄え問題ですか、あれ。こうなんですけど、お、そういう、え、分かんない切り方が。頭つけたままこれで潰すパターンどうよ。あ、全然いいと思う。グイグイって、そっちが楽だな。意外と潰れねえぞ。あ、でもそんなもんか。フォークとかフォーク、あー、ぐちゃぐちゃにするやつ。力で押してる。これジョイさんの恋愛どうですか。力で押してる。押し倒す。反対じゃない。豪華に。豪華に。ほら、働け、ほら。ほら。働け、ほら。叩いてますね。次の準備してもらって。冷静な。冷静なつっかん。冷静な。いや、だから、卵、バター、油、砂糖を混ぜると。はいはい、じゃあ混ぜていきましょう、それを。ボールを押さえて。ボールを探しましょう。280。はい。測るぜ、280。何と。まだまだいけるね、まだまだいけるね。白い悪魔ですね。注意が大喜び。気になる。よっしゃ。卵を何個でしょうか。卵、おい、サイズ全然違う。6個。6個。卵6個、あと卵さん、消えていった。ああ、卵さん、消えた。ああ、消えた。あ、生きてる。めっちゃ溶けてる。やばい
あ、うわぁ、いいんじゃないですか。いいんじゃないこれ。ちょっと置いときます。ダブラー、いや、キャノーラ U 感覚見てるんですね。見てないふりしてますね、今。次に過ぎてる、はい。何に過ぎてる。150いきましたね。まあいいでしょう。どこも見てない。感覚で測った。これ小さい時さ、これ家になぜかシェイカーがあったわけ。シェイカー、シェイカーだったの。シャカシャカシャカ。お母さんがよく幼稚園ぐらいの時ね、はい、これに牛乳と卵と砂糖入れてからよくシェイクして作ってくれたわけさ。ミルクシェイクってやつですか。ミルクシェイク、シェイキ、シェイ、ミルクシェイク。冷たいやつですか。冷たいやつ。いいですね。美味しかったな。ありますよね、なんかちっちゃいやつ、うん。ジュースみたいみたいな、美味しかった。うん、いいね。僕らあれでしたね、キノコに砂糖を入れて。キノコ、あ、キノコでしょ。おや、キナコだ、キナコ、キナコ、うん、やってましたね。キナコに砂糖を入れ て牛乳混ぜて、焼き入れるかなしに、そんだけキノコと砂糖を入れて、それをスプーンで食うみたいな。絶対お母さんに見つかったら怒られるやつだ、それ。いや、それが口の中に張り付くんですよ。ココアっぽいから、それを削っていくっていう。ココアとか絶対スプーンですくって舐めてたから。俺舐めてたけど。またですね、やってくで気持ち早くならない。人間の前は明るい、うん、いくぜ、はい、見ててくれよ。黄色から黄色、黄色に黄色を混ぜる。おー、結構ギリギリだな。よっしゃ、さらにホットケーキミックスを流し込むでしょ、これに。あ、これバナナ多めじゃん、結構。こんなに入ってないっすよ、お店のものは。入ってないよね。これは贅沢なバナナケーキですよ。多分この壁、まだ出てないんですね、動画で。ああ、そうだね。今日公開ということは。これ見てください、皆さん。バレた。作ったんすよね。バレた。バレたか。R さん的には何ていうの？これ高いでしょ、評価。高いよ、これ。家に欲しいですか、これ。ん？家に欲しいですか。家に欲しい。おぉ。全然こんな、こんな、まずこんな大きい壁ない家。まあまあ、普通の賃貸ではなかなか。てか、ここ、まあ、事務所自体に俺の家をでかい。ああ、うん、上物、うん、うん、あ、そうそう、これなんか百均にあって、ダイソーの、うん、こうダマができない混ぜ器みたいな。言ってくれよ。あ、そうそう、いやいや、ちょっとやってみるよ、違いがあるか。次も入れてからやってみる。あ、でもこっちの方がダマできなさそう。あ、やった感じは、うん、うん、何が違うんですかね。よくわかんないですけど、構造の理由が。次、これはダメでしょう。新しい混ぜ方、新しい混ぜ方、簡単な感じで、もじゃもじゃ奴隷みたいな感じ。魔法が出てきたな。美味しくなぁ、あれって感じが。ステアおばさんって。何ですかね、シチューの秘密。もう全部間違ってる。おじさんだし、シチューじゃないし、全間違いだし。これは18禁じゃん、それが。説明できる。君はこれが切れるか。うまい。ここ半分切る？何入れるんだ。折れないように。カレーの裏はしないですか、ハンさん。え、カレーの裏さ。この下についたのを一回つけると、うん、下につけると、うん、これで落ちないと落ちるね。どっち？そういう裏技があるんですよ。カレーではこれ強そう。そうそうそう。やったらちょんちょんがなくなるよみたいな。あ、でも実際多少は、多少はないね。じゃあ入れていきましょう。はい、こっちから。あ、これはダイソーですね。もう一個あるじゃないですか、ちなみに。え、もう一個ある？出してもらっていいですか。え、もう一個ある？もう一個、二個あるんですか。なんか違うね。この赤いのはニトリなんですよ。ほう。これダイソー。うん。使い分けるか。どう思うんですか、この向こうは470円。470円、はい、これ100円。どうですか、このクオリティ。どう思うんですか。違いがよくわからない。わからなくない、質感的に。全然わからないよね。とりあえずこれでやってみましょう、最初。おぉ、こんな感じね。うん、なるほど、なるほど。あ、いいですね。
ニュース。じゃあこれは社長。違うってなるの？社長がやる。トントンファイター。よーい、カム。トン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 。これ真ん中に入れればいいんですよね。そうっすね。これも下、これは下だよね。はい。うわぁ、熱い。10になった。熱そう、熱そう。10になってる。あぁ、行くよ。あぁ、で、と、これでケーキ乗ってない、書かれてない。30分。え、なんで30分。180秒30分。おらぁ、30分結構するね。はい、トゥゲラー。イエーイ。行きましょう。洗い物しましょう。30分マカレナ踊りましょう。マカレナってそんなのだった。新しいマカレナだよね。こんなんじゃなかったでしょ。マカレナ。はい、もう一個作ってます。おっしゃい。これはチョコなんですよ。そういえばおチョコさん、ひっちゃんママがこれ使ったなって思ってたんです。おチョコさん、バナナ もめっちゃ美味しそう。これが美味しそう。これは作らないんで、それ言わないでほしいですけど。ダメね、これ。もの英語なんですよね。もうアメリカ産の。タイムトゥーバック。帰る時間だっていう感じですか。スリーエッグ。焼くっていう。スリーエッグス。それ今作ってます。カップ、4分の1カップスウォーター。わかりました。4分の1っていうのなんか4分の1っていうのが。1杯と4分の1。あ、そうです。1杯と4分の1杯か。あ、じゃあこれ振ったらそういうことね。わかんないじゃないですか。なんかアメリカって決まってるらしくて、240ml のことを標準らしい。それが 1カップっていう。だから要は240÷4すると60じゃないですか。240+60で30。だから 300ml くださいってことらしいです。これ、ベジータ…あ、サラダオイル、ベジタブルオイル。わかりよった。わかりよった。俺わかるぞ。この通りです。英語読めるぞ。サラダオイル。チョコバナケ、チョコバナケ、チョコバナケ、チョコバナケ。職場のケーキみたいな。職場のケーキって、誰かが退職したのか。ことを期待したのやつ。入社のケーキ、入社のケーキ。入社時にケーキ持ってたらどん引きしますけど。どんな聞こえってんのこいつ。意識高えなーってなる。意識のケーキ。いきますよ、いきますよ。全部いけ。はい、これはどこに飲みましょう。あ、これ、え、あ、これ、砂糖はいらないんだ。これに入ってるってことか。ジョイ、一かけらもこぼすでないぞ。こんなもんいいですよ。ジョイ、そのまま。かけらもこぼすでないと、ちょい。行け、熱い。行け、熱い。任せろ。マリさんって汚いでしょ。やめて。出た。俺汚い扱いしてるけど、俺手洗ったんだからな。俺手洗ったぞ。iPhone よりは綺麗だぞ。携帯汚いらしい。iPhone よりは綺麗だぞ。これはそうなんだ。ハールさんはあのエクスプレスなんですよ。エクスプレスなんですよ。俺エクスプレス。エクスプレスなら簡単にお支払いって。現金もカードもいらない。列車のことだった。ふわふわですわ、これ。ふわふわ。ふわふわ系ですよ、これ。この量よく噛むんじゃないですか、起きないから。ああ。外国人の友達の家ってのはこの量っていう。あと外国のなんか、日本で見たらミロがあるじゃないですか。うん、外国のなんかミロみたいなドリンク、うん、チョコミルクドリンクはこんなにおいしい。しゃー、こんもり。半分だったんで、うん、ムラがないように。1個これは、ね、止めることできないんだ。そのまま開けちゃって。あ、本当だ。ちょっとなんか違う感じするね。そうだから、なるべく均一になるように下にあったもんが上にあったもんが下。わー、あー、スタート OK。 よっしゃー、あとは松の実じゃん。はい、完成したぜこれ。オープン、ダダーン。おーほー、おー、いいや。大体正解ですね。正解だった。そうだ、立ち見したい。なんでダメです。立ち見したらダメですよ。みんなのもんですよ。我慢します。じゃあ冷ましていきましょう。はい、冷ましましょう。次のものをチョコをね、おチョコレイ、
も同じように入れていきます。おいし、いっぱい作りましたね。うん、でも人数分あるんじゃないですか、さすがに。こう200、200超えてるね。ちょっとでもね、量が、まあ量はそうですね、必要ないプチケーキみたいな感覚なんで。そうですね。よっしゃ、みんなこれを食べてください。感想をお待ちしてますね。はい、絶対うまいですよ我々が作った絶対うまいマンケーキだね。じゃあ楽しみにしてください。はい、楽しみにしててください。これ